まあ、やっぱりか、という気もしますが、ちょっと残念。皆さん、こんにちは、はんやです。本日は2024年10月14日ですね。で、この動画では、立憲民主党の公認関係を中心にお届けしたいと思いますので、日本酒をもらえると思ったのに、と、どこかでふと思われた方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価お願いします。では、今回の目次はこちらです。 で、東京都知事選では結果を残せなかった蓮舫氏。当時を振り返ると2位は固い。今、衆院補選や静岡県知事選での立憲の躍進を見てると風は吹いてるとして出馬したと言われているようですが、結果は3位にどまり、むしろ石丸氏の躍進を印象づけるものでしかなかったな。また、この選挙では共産党の影が表に出まくりだったこともあり、いろんな人からいじられてましたね。 ああそれに関連して落選決定後に蓮舫氏を怒らせた朝井新聞記者の紺野記者。蓮舫氏が許せない、抗議するということで朝井新聞にクレームを入れ、紺野記者は禁慎されてましたが、10月9日に、速報中自民森山幹事長勝敗ラインは自公で過半数、朝井新聞デジタルというコメントをして、あっ、紺野記者復活してるじゃんと思ってたら、すいません、謹慎はまだ解けていません。 間違い投稿です。お騒がせしました。ご心配をおかけしてすいません。温かい言葉、ありがとうございます。ということで。あー、謹慎はまだ解けてないということは連邦の活動でガチで処分が出たのか政治家に対して何かを言えば処分の対象になるとか、怖いわ。朝日新聞が報道機関として問題だということもあるし、政治家が自分の活動を批評論評された場合に、勤め先に抗議するという手段を取ることがありえないと思うけど。 ただ、そんな蓮舫氏、そもそもこの都知事選では小池合子氏が圧倒的に強いのは分かってたわけで、多くの人が、いやいや、蓮舫さん、あなた落選してもそのまま東京で衆議院選挙を戦うつもりでしょ知ってるんですよ。衆議院倉替え立候補を狙ってたってこと、という感じで見てたんですよね。実際以前、松原人氏が立憲から離党するに至った理由は、 蓮舫氏の衆院倶替えを都連の手塚幹事長がサポートしたからではという話がありましたからね。ああ、そういう週刊誌の記事があったということですよ。しかし、蓋を開けてみると、3位で惨敗。蓮舫さんとしては、赤配だったそうですが、うん、どうなんだろう。まあ、その結果、 あそこまでボロ負けして衆議院選挙は厳しいのでは松原人氏は無所属とはいえ、昔の蓮舫氏なら別だけど、今のように下り気味の蓮舫さんではせいぜい比例復活ではえー、そんな状態で立憲に戻ってきて大丈夫なの参議院議員を辞めて結局2025年の参議院選挙に出るとか、それ何なのみたいなことを言われたり、私が言ったりしてましたね。ただ、代表選で野田さんが勝った結果、蓮舫復活のムードも。 そもそも蓮舫氏は野田グループの人間ですしね週刊現代10月2日の記事でも蓮舫氏が永田町に帰ってくるだと立憲民主党野田佳彦の代表返り先で党内は戦線強々恐々かという見出しの記事で野田代表誕生が蓮舫復活のきっかけになるという記事が書かれてましたからねただこちらは10月14日午前9時47分の蓮舫氏のツイートですね以下引用です 私は今回の総選挙に一有権者、一国民として向き合います。法律を作る大議士を選ぶ公約がルールを守ると自民党、政権交代の先に何があるのか立憲民主党、多くの方々の意見を伺い、自身の思いと合わせて考えてきました。日本を良くしたい思いは変わりません。以上ですね。はい。これで間違いなく今回の衆議院選挙に蓮舫氏が出馬することはなくなりました。ただこの文章を読むと、 今回の選挙には出ないけど、いずれ出るよというように読めるんじゃないかな。あくまでそう解釈できるということだけど、多くの方々の意見を伺って決めたということですから、そこには出るか出ないかの選択肢があったと思えたりしますよね。もちろん、日本を良くしたい思いの実現の仕方は出馬だけじゃないですよ。それこそ私だってある程度そんなことは思ってるんですよ。 私は皆さんをある方向に導くんじゃなく、皆さんが議論をする前提を整えたり、揉めてることについて整理することで役に立てるだろうという意味で自分の活動に価値を見いだしてますが。だからお前の意見を言えとか言われても困るんですよ。そんなことを目的にしてないんでね。まあ場合によっては言いますけども。まあですから、 蓮舫氏もいろんな活動の可能性はあるわけですが、やはり他人の意見を伺うってところが出馬を検討した痕跡に思いますし、また以前から指摘している通り、蓮舫氏はリニューアルしたはずのご自身のホームページで、これまで20年間一貫して政治資金パーティーを開催せずに政治活動をしてきました。企業団体献金を受け取らないため、 個人の皆様からのご寄付が政治活動資金となります。皆様のご支援をお願いいたしますと、個人献金を募っており、これで政治活動をやめたとか言えるわけもないですしね。またこれはいつに変わったか確定はしないのですが、以前の蓮舫氏のツイッターのプロフィール欄って、もっと大食いを見るのが好きとか、辛いものが好きとか、自分の趣味について語ってた気がするんですが、今は、あなた、 あなたの声を代弁する。誰もがその生き方を尊重されるために、他人の夢を笑わない社会を作りたいと強く思っています。と、気真面目な政治家モードになっている気がする。うーん、いつの間に変わったんだろう。ですから、蓮舫氏が議員に戻る気があるというのは、外形的にはほぼ決定と思っていいと思うんだよね。てか、この書き方だと蓮舫氏は応援演説とかには行かないのかしら。 私は今回の総選挙に一有権者一国民として向き合いますという時に応援演説したらダメというわけでもないけどどうなんだろうあ、あとどうでもいいんだけど一応確認したらこちらは蓮舫氏のインスタのプロフィールですがやっぱり大食いを見るのが好きって書いてますよねあれこちらは国民民主党10月1日の YouTube 動画ですが少しだけ見てくださいもうええでしょ 若者の丸々離れもどう見ても手取りが少ないのが問題でしょううんまあこれネットフリックスで話題のジメイスというドラマでピエールけしが演じてるキャラのバズってるセリフなんだよねもう絵でしょってただおにぎりこれだけ食べて大食いが好きな蓮舫氏にツイッターブロック解除してもらうためのアピールかしらさすがに違うか 他方、蓮舫氏は選挙に出ないけど、その代わりじゃないけど、立憲から変な人が出発るね、原口さんもそうだし、そしてこちらも、はい、梅ちゃんですね。すでに、蓮舫新潟の推薦状は出ており、また、立憲の公認も出てるわけで、この人もよくわからないよね。今年初めに、有権者に日本書を配ってたことがわかり、公選法違反だろ、と騒ぎになりましたが、当初は捜査中だからといって、立憲は処分などをせず、しかし、なぜか途中で、 党員資格停止、1ヶ月などの処分が下る。ガチで公選法違反なら、この程度の処分じゃ軽すぎるし、かといって問題ない行動だったのなら、なぜ処分するのかよくわかりませんが、ちなみに今はというと、梅谷氏はホテルでの推薦状交付と会議終了後、報道陣の取材に応じ、自主的に捜査機関に申し出て判断を待っている状態。日本酒は出席の対価であって、 当時、違法性の認識はなかった。捜査に支障が出るため十分な説明ができなかった推薦状をいただき常在洗浄の勘が濃くなっている有権者には今話せることを話し真摯に向き合っていきたいと述べたとのことああまだ捜査中なのえっとそれでよく公認てるな裏金議員問題って騒いでる裏で現在公選法違反で捜査中の人が公認とかあのね 仮にも処分した事件についての捜査中だからね。冤罪事件だとか言えないんだよ。処分してるんだから。それにしても捜査が長いね。ちなみにこの人、騒動後にツイッターの更新は止まり、Facebook では更新をしてたのでめんどくさかったのですが、こちらは梅谷守氏の10月13日のツイートですが、しばらく投稿をご無沙汰しておりましたが、これから投稿を再開いたします。 梅谷本人の行動予定なども発信してまいりますので、フォローよろしくお願いいたします。スタッフですって。せめて最初の投稿は、ご迷惑をおかけしてすみません。などじゃないのかなちなみにこの後に、野田佳彦以降立憲民主党代表が上越入りすることになりました。当日はセキュリティの関係上、入場にお時間をいただくことになりそうです。時間に余裕を持ってご来場いただければと思います。ぜひご来場ください。スタッフ。 とツイートしていて、あれ当日見に行けばアフルマイザーけどもらえるのかしらと思ったんですが、先ほど確認したらすでに削除済み。なんか不都合でも知らんけど。てか、全然関係ないんだけど、本日ツイッターで梅ちゃんってワードがトレンド入りしてたんだけど、びっくりしたわ。日本酒梅ちゃんがトレンドって思ったけど、プロ格闘ゲーマー界のレジェンド、梅谷さんのことだったわ。アメリカの大会で7位入賞。そして優勝は板橋残芸フ同じ残芸フ使いとして嬉しい。 それにしても、いよいよ明日工事ですよ。気をつけてくださいね。私の知る限り、工事日になっても届け出出すまでは、選挙運動したら事前運動ですからね。なんか事前運動しまくり政党もあるとか聞いてますが、皆さん個人でもアウトだからね。何にせよ明日からも色々政治ネタが出てくると思いますが、適宜取り上げてみたいと思いますので、これからも動画のね、チェックなどよろしくお願いします。にしても、買収おめえちゃん、絶対になんか日本史いじられるのね。 また先ほどちょっと触れましたけども松原仁志が離党するにあたって蓮舫氏は絡んでたんじゃないのか、まあ、その記事について詳しくご紹介した動画をこちら側にまた今現在はね新馬さんもブロックされてますけども玉木さんが蓮舫さんにツイッターでブロックされたよということについて まあ、新バさんが面白おかしく取り上げた件についてご紹介した件をこちら側にまた蓮舫都知事選に関して支援していた市民グループたちが暴走していて立憲民主党でも対応しきれないんじゃないのかということについてお伝えした動画をこちら側にご用意してますのでご存知ない話がある方はぜ、ね、ひともチェックしてくださいではぜひともチャンネル登録高評価もお願いします皆さんの高評価ボタンがこの動画のパワーになりますからね忘れずにしててくださいでは次の動画ライブなどでお会いしましょうバイバイ